栗浜は海上自衛隊が運用していた試験艦。従来、艦船搭載装備の実験、開発には自衛艦が供されてきたが、部隊行動による制約が厳しく、開発スケジュールの調整に手間がかかった。また、当時、魚雷をはじめとする装備の研究開発が増加傾向にあり、個々の装備に対する要求性能も向上していたことから試験。 計画評価の環境も改善が求められていた。このことから、海上自衛隊発の試験艦として、昭和53年度計画で建造されたのが本艦である。なお、建造は、技術研究本部の予算によって、運用は、海上自衛隊によって行われた。蒸気の経緯から、特に魚雷の試験のための配慮がなされている。もがたとされ、 五間板が一段低くなっていることから、姿勢魚雷などの要項を行いやすくなっている。後部作業間板の右側には、試験機器の搭載や、運用のため、力量5トンのデッキクレーンが設置されている。また、五間板の隣接区画には計測室が設置されており、計測機材のモニターなどを行いやすいよう配慮、されていた。このほか超音波速的装置や、 左舷側には、魚雷発射機装置なども搭載されており、また試験の内容に応じて、計測機材等は、積み下ろしできた。ただし、後継のアスカと異なり、試験関係者の居住施設は十数人に限られたことから、日帰りの試験が多くなっていた。搭載艇としては、左舷側に11メートル作業艇を、右舷側に7メートル作業艇が搭載された。主機関としては、 富士ディーゼル製の 6S30 バイト型4サイクル直列6気筒ディーゼルエンジンを2機搭載する。また、静粛、低速運転時にはガスタービン視発電機を電源とした補助電動機によるターボエレクトリック方式に切り替えられる。自衛艦としては小型の部類であるため、護衛艦の艦長が1等開差または2等開差であるのに対し、本艦は3等開差が艦長となる。 栗浜は、中期業務見積もりに基づく昭和53年度計画艦6101号艦として、防衛省技術研究本部の予算により、佐世保重工業で1979年3月23日に、寄港され、1979年9月20日に、浸水、1980年4月8日に収益し、開発指導隊軍に編入され、横須賀に配備された。 1997年8月、実感標的として撃沈された旧護衛艦長月を使用してデータを収集した。2002年3月22日、開発指導隊軍が開発隊軍に改編。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、 地震発生後の46分後、災害派遣のため緊急施行する。2012年4月6日、横須賀基地にて自衛艦機の返納式が行われた役した。約32年間の艦歴において走行程は地球約14.1周分の305,186マイル、走行開時間数39,850時間に及んだ。ありがとうございます。